はい、おはようございます。寒い、朝から足がきつい、なんかもう、心血。はい、今日は、月下美人さんの着物の肌着ワンピースは、紅色ですね。すっごいいい前髪になっとるね。立派な栗です。で、今日もうめっちゃ寒いんですよ。なので、あったかい格好していきます。今日は19日、12月の、石川県も冷え込んでます。まあ、まだとはいえ、他のもうちょっと上の長野とか新潟とか、もっと上の北海道とか、そこら辺、そういうね、本当の、豪雪地帯のとこよりは、全然雪はそこまで積もってないんです。雪すかしするほどでもない。まあ、コンクリートにかき氷がバシャーってなった感じかな。石川県のこういう時の雪は。マイナスにもなってないですしね。今のところ凍る感じもないかなという感じなんですが、まあ冷え込んでて寒いですね。で、体がね、慣れてないんで、やっぱりね、降り始めは寒いもんですよ。これはね、雪が全く無縁の地域の方にはね、降り始めが寒いとはっていう感じかもしれないんですけどね。まあそうだよねっていうことなんですよ。降り始めてやっぱ体慣れてないですしね。まあ逆で言うとさ、夏暑くなった最初の頃ってすごく体慣れてなくって、なんか必要以上に暑く感じたりするじゃないですか。そういう感じですよ。寒さも必要以上に体が慣れてないんで寒く感じるんですよね。ということで、合わせを着ます。え？ 着れんかもしれん。ビンちゃん、隠れとった。いつの間に？おっておらんくなったなーって思っとってんって。そしてここにおったん、りんちゃん。 なんてかわいいの。なんでおろしたての着物にいつもりんちゃんの鼻汁つけに来るの？どうしようかね。 合わせの着物を着たいと思います。りんちゃん、ちょっとごめんね。みーちゃんが可愛くてずっとそうしてほしいんやけど。はい、ちょっとかわびんちゃんです。あ、かわいい。あったかい。あー、かわいい。ちょっとここおる？おる？ここおる？ここおるか？みーちゃん、ここ入るか？はい、どうぞ。よいしょ。こっち飛んじゃダメだけど、こっち入るのはいいよ。はい、取ります。ね、あら、カワチンコですね。はい、どうぞ。はい。再び、着物を引っ張ったら、動かんかったね。ビンちゃんがおったね。びっくりビンちゃんやったね。はい、ということで、はい、かわいいね、猫って。はい、紬です。合わせの紬です。八掛けが緑です。八掛け緑ばっかりじゃんね。あれ、ピンちゃん降りるの？ピンちゃん降りるの？あっち行くの？ありがとね、来てくれてありがとね。かわいいですね。ですね、こちらの雷鳴っとる。こちらの、紬は真綿系の紬なんですけれども、まあ、お友達とママ友と、なんだろうな、なんか楽天かなんかにお店出してるところが、倉庫がうちの近くだったんですね。で、そこに実際見に行った時に、あ、もうないところです。で、この
一旦1万円だったかな、確かその時に。でもこういうなんていうのかな、まあ、縞柄が欲しかった時だったんで、わー縞だと思って目に留まったんだけど、でもつまんない縞だなと思って見てて、そしたらじゃあ2人で片身代わりしようかって言って、一緒に一旦ずつ買って片身代わりにしたんですけれども、いろいろとこのなんだろう、片身代わりの言い伝えって難しくって、もともとこういう襟にしたかったんですけど、それがなかなかできなかったり、出来上がった時は茶色は茶色の方、青は青の方になってたのかな、あれだけ説明したけどうまく伝わってなかったりとか、あとはまあ一重でいいですよって言われたんですけど、結構しっかりした真綿だったので足さばきが悪すぎて、あの木綿と違って軽くて上がっちゃって、私はちょっと歩けなかったんですよね。それで一重にするには暖かすぎて、かといって合わせの時期に寒すぎてっていうのでちょっと難しくって、合わせに作り変えてもらった時に襟も直したんですよ。で本当は青側が上だったんですけど、直す時にまた違うところなんだけど聞き間違えして、なんか茶色が上になって、襟がなんていうのかな、青が上の青い襟だったのが茶色が上の茶色襟になってて、そんなことは言ってねえよってもういい加減にしてくれってなって、なんでこんなに伝わらない片身代わりの図にも書いてあるのに全然伝わんないと思って、それで困っちゃって、でももうダメだなとか思ってたら、まあ、そこが自分らの責任なんでっていうので、もう一回直しますっていうので直って帰ってきたんですけど、結局青が上が私で茶色が上がお友達だったんですけど、そのせいで茶色が上になっちゃったままになりました。でも結果良かったかなとは思うんですけどね。片身代わり作りたいって思われる方結構おいでだと思うんですけれども、濃い方を下にすると沈んで見えるので、明るい方を下にした方がいいですよということをお伝えしておきます。はい。で私みたいにこの襟の真ん中でねバツンと切っちゃうと、結構着付けに気を使うのが苦手な方、襟元が安定しない方とかは結構着付けに気使っちゃうので、それだと濃い襟を一周した方がすっきりしますね。はい、それをお伝えしておきます。一応片身代わりの仕立てポイントですね。で今日はもうアシンメトリーやろうなんすよ。襟もアシンメトリーだし、着物もまあなんか片身代わりっぽい感じになってるけど、襟もね上前と下前の襟がグラデーションで濃い色薄い色、薄い色が下ですね。で着物も同じく濃い色が上、薄い色が下ということで、センターマンみたいになってますけれどもセンターマンわかるかな、市松さんはわかるね、面白かったよねでまあこれも、昔の私の、サイズで作ってるので普段着サイズではないんですね。なんで袖が長いです。なのでちょっと動きづらいというか、まあ見た目が、まあ、これの方がなんだろうな、やっぱり袖もうちょっと短い方が腕長く見えますね、スタイルよく見えますね。ここまで長いとちょっとスタイルがあんまりよく見えないんですけれども、もう寒いしいいやっていう感じですお仕立てもね何回かしていくうちに
分かっていくなっていうのは本当ここ数年感じることっすね。はい、今日は呉服さんの帯ですね。呉服さんのデザインのモタハンさんの帯ですね。そしてひびひもがみかん色です。はい、何の帯を持ってこようかなと思ったんですけど、割に何持ってきても地味になっちゃうのでちょっとうーんって悩んでたんですけど、手ぬぐいでもいけるかなっていう、この生地感的に本当木綿に、なんだろうな、表面的には伊勢木綿みたいな感じの紡ぎなんで、まあ手ぬぐい帯でもバランス取れるかなという感じですよ。今長襦袢、網代襦袢なんですけど、なんだろう、生地がすこぶる軽いわけではないんですけど、やっぱりラフォージェさんでモタハンさんのね、トスコハの色襦袢の仕立て方をしてもらってるので、縫い代がほとんどない、余計なものがないので、やっぱり肩が軽いですね。で、冬場ってやっぱ着込むので、軽いって大事ですよね。軽くて暖かいっていうのはすごく大事だなと思いますね。ボタン折りはプラス、肩がなんていうのかな、対角線上に伸びるので、そこがこの中がね楽っていうのはあるんですけれども、ここがもたもたになりづらいのは網代の方ですね。一回もこっと下前が座ったり立ったり車のねの料理でもこっとなってしまうと、しっかり直さないともこっともさっとなっちゃうんだけど、結構網代はなりづらいかな。まあなるときはなるんですけど、割にまあ木綿の長襦袢にしては割にすっきり着れるんじゃないかなと思うんで、木綿の長襦袢だけどすっきり着たいという方は網代襦袢をおすすめしますね。で、そんなに気にしてない、体格もそこまでふくよかでもないし、でむしろもうちょっとふくよかに見せたいというか、なんかガリッとした感じ嫌だなとかっていう方はボタン折りすごい向いてると思いますね。どっちでもない普通体型の方はどっちもいけます。どちらでもいい感じです。多分どっちも全然問題はないんですけど、気にするかどうかかな、ちょっとでも膨らんでると太って見えるっていう風に気にするんだったら網代の方がいいと思いますし、そこまで全然気にしないし、どちらかというと着心地試したいわっていうんだったらボタ折りの長襦袢ぜひ試してみてはいかがかなと。児玉さんで作っていただけるんでね、ただこれは私両方使ってて、押し立てもいろんなというか、児玉さんとモタハンさんのそのラポージェさん仕立てと両方来てて思うことなんですけれども、生地の合う合わないってあるんですよね。で、トスコハの色襦袢持ってる方分かると思うんですけれども、ミシンでバーって塗って横をねある程度3センチ弱残してロックミシンで全部かがってくれてるんですけれども、長襦袢もちろん背もそうなんですね。一回塗ってあるにしてもやっぱもうロックでガーってでミシンでガーって縫う感じなので、ただミシン目はそんなねバカみたいに細かくしてないので、そんなにもね生地がつったりとかはないんですよ。やっぱりそこら辺は和装のミシンっていうのをしっかり分かってらっしゃるので、糸調子とかもあんまりきつくないように、細かければ細かいほどいいっていうものじゃないんでね、それ細かく縫いすぎると網戸みたいになっちゃうんですよね、生地がね。
お尻のとこが。なんかそういう風にならないようにちゃんとしてくださってるんですけれども、網代とかは全然それで長襦袢にしても、あのお尻がそのなんていうのかな、網戸みたいにスカスカになってきたりとか、変ななんていうのかな、よく麻の長襦袢であるような状態にはならないんですけれども、ボタ織りに関してはあの子とても弱い生地なのでなりやすいので、ボタ織りを持ち込んでトスコハの色襦袢みたいに仕立ててほしいっていうのはおやめになったらいいと思いますね。はい、これはおすすめできません。やっぱりボタ織りは手縫いが向いとるなというのはボタ織り着てて実感するところですね。すぐやっぱりね、そんなに強い生地じゃないので、お尻とかはやっぱ網戸みたいにスカスカになっちゃうんですよね。それをやっぱり手縫いの斜めから糸がこう入るっていう、この動くっていうところがあの救いになって、お尻がねなかなかダメにならないんです、私が着てるものとかも。なのでやっぱり生地によって合う合わないあるので、そこら辺特に着物って負荷かかりやすいので、洋服と違ってね。なので生地によって仕立て方選んだらいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日はアシンメトリー野郎ですね。はい、片身代わり特集みたいになってますけど、襟も片身代わりみたいになってますね。北谷さんの手ぬぐい半襟と汚い北谷さん、こっちもこっちも北谷さん染めだわ。抽選ですね、浜松抽選です。かわいいね、浜松抽選やっぱかわいいですよね。はい、薄い色が下、濃い色が上、長襦袢が網代ですね。すっきり切れます、重さはないですね、あまり縫い代も少ないんでね。はい、網代襦袢です。結構落ち着きがしっかりストンと落ちるので、長襦袢として扱いやすいかと思いますね。洗えば洗うほど滑りも良くなります。はい、そして、着物が合わせ仕立ての紬です。この子は割に本当に生地がマジでガチ新品で、もう毛羽立ってるぐらいほっかほかの、あの伊勢木綿みたいな生地だったんで、かなりまだ分厚くて、まだあったかいですね。まだ擦れてきてないです。そんなにも着てないっていうのもありますけどね。はい、片身代わりいろんなやり方ありますけど、まあ一例としてこういう片身代わりもありますよという感じですね。はい、でまあ本当にこっちが上だった時代があるからわかるんですけれども、暗い色を上にした方が落ち着きますというのは一つお伝えしたいところかなという感じはしますね。こういう感じになりますね、横は。好みですよ。私はね、本当にね、この子こっち側だけでもこっち側だけでも地味すぎて泣きそうなぐらい好みじゃなかったので、片身代わりにしたらなんとかなるかなと思ってしたっていうだけですので、生地できればね、こう一つの反物で十分面白いっていうのの方が、私バランス取れてていいんじゃないかなと思いますね。無理に片身代わりにする必要はないかとは思うんですけれども、片身代わりはそれ持ってるからだろうっていうのも実際あるんですよね。やっぱり一回は作りたいっていう思いがあるんですよ。で作ったらもういいかなっていうの実際のところありますね。はい、で帯が呉服さんデザインのモタハンさんから出ている帯ですね。天井画の帯でございます。こちらは手ぬぐいでございます。手ぬぐい帯と紬でもこんな感じで合わせれますので、楽しめばいいかなと思います。で帯締めが、黄色のみかん色のひびひも、そして、足袋が緑のふわもこ足袋、恵比寿足袋さんのですね。はい、こう悩みましたね。まあこう茶色黄色入ってるので、まあ、そっち系持ってくるのが一番いいかなっていうのはあるんですけど、茶色があんまり私似合う色じゃないので、もうちょっと可愛らしい明るい感じになるように持っていく。
じゃあこっちはってこっちもそんなに似合う色じゃないんですよ。どっちもそんなに似合う色じゃないのに作ったっていうやつなんですよね。でかんざしがですね、小梅のかんざしと、これはリハルちゃんが作ってくれたね絞りの刺繍です。ずいぶん前にいただいたものですね。そしておろく串です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、美容院に行ってきた何なので髪の状態が非常にいいんですけれども、それでもやっぱ毛先の方が、おろく串で研いでて毛先の方だいぶツルツルになってきたんですが、それでもやっぱりここまで今あるんですよね。ちょっと引っかかってたのがすごくトリートメントでサラサラにツルツルにしてもらったので、今ちょっと本当に結びにくい状態になってて、ちょっとね実はシュシュを一回縫って閉じたところ外してゴムを小さくしてるんですよ。このシュシュはもともと小さいからあれなんですけど、自分で最初に作ったシュシュは腕にも使えるようにと思って結構緩めに作ってたんですよね。だからダメだわと思って滑っちゃうと思ってきつく作り変えたという感じです。結構何個かね縫って外してちっちゃくしてますわ。黒いのとかよく使ってた藤色とかももう滑ってダメだというので、髪質がツルツルになりすぎておろく串でっていう感じですね。おろく串と、いつもね美容師さんがしっかりしてくれてるので、トリートメントも毎月部屋から行ってるので毎月一緒にトリートメントももちろんしてもらってるんですけど、この長さなんだね、さすがにしないとねっていう感じなんだけど、一回ここまでバサッと切った時にただのおかっぱみたいな状態になった時にもうヘアカラーしたんですけど、その時はもうトリートメントしなくていいですわって言われるような髪質だったんですよ。全然何も傷んでないし全然大丈夫みたいな。だからなんかね、もともとそんなに傷む毛じゃないっていうのも一つあるんだなとは思うんですけどね。栗がいい感じになってよかったなと思いますね。はい。で、寒いんで、こういう本当に中に木綿の着物じゃない、長襦袢、そして合わせの着物で家にいて、暑くない、ちょうどいい、やっとホッとできるぐらいの温度に今なってます。これは去年なかったね。去年とても家で合わせ着たいと思わなかった。だけどちょっとお腹周り寒いから名古屋帯をよく締めてましたね。お太鼓したいなっていう感じだった。もうお腹周りちょっとあったかければ十分かなみたいな感じでしたね。でも今年はちょっと体が違ってて全然ねお太鼓してないと思うんですけど、なんか帯であったかくするというよりも着物を全体的にあったかいものにして全体的に温まりたいというぐらい、ちょっと今年は冷える日がなんか多いですね。で、それは毎年違っていいんですよ。そういうもんなんですよ。なんかね、今年が寒いから来年が暑いからって言ってキャ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 ね、なんていうの、昔より暖かくなっただのなんだのとか、そんなのはね大したことないですよ。地球の営みのうちの一つですよ。私たちの人生は短いんでね、地球様の営みの中の一つの中にいて、たまたま去年は暖かくて今年は寒いと。で、そこでどうやって体調崩さずに楽しく生きれるかっていうのが人の知恵っていうもんで、そこはそこで楽しめばいいんじゃないかなと思うんですよね。なんでこういう寒い時はこんな時こそ合わせをいっぱい着て楽しめばいいんじゃないかなと思いますね。去年なんてね、12月とかでも全然胴抜きとかで平気でしたね。うちらの地域ですら一重とかも全然着れましたからね。本当に合わせを着る時期が少なかった。着たいと思わないと着ないしね、合わせって。でも本当に今年はやっぱあったかかったし着たいなと思うぐらい寒いっすわ。だからやっぱそういう年があると合わせは必要よねって思うわけですよ。
合わせの紬ってやっぱすごい優れているわねって思うわけですよ。でもね、ちょっとあったかくなると、あ、木綿しかいらんかなぐらいになるんですけれども、やっぱこんだけ寒いと合わせの紬、ウールの着物っていうものがメインになってきますね。で、今年はたまたまそういうサイクルだなっていう感じですね。久しぶりにこういうサイクルかな。今日の着物を始めた最初の時もめちゃめちゃ寒い冬だったので、あの冬もウールとか合わせの着物をずっと着てましたね。まあ木綿の着物なかったっていうのもあるんですけれども、もう本当にもっと厚着してたような気がする。外もよく出歩いてたので、仕事でレッグウォーマーしてって感じでしたもん。うん。でも今は現場に出ないので、そこまで足元寒くないので、もうちょっと動きやすい格好で体も楽なんですけれども、そうやってやっぱり寒い時もある、暖かい時もある。暖かい時は暖かい時で、胴抜きとか人への着物を楽しめばいいと思うんですね、紬とかに関してはね。ただ木綿の着物に関しては基本的には一重です。大昔の木綿の着物で綿の入った合わせのものがあったりとか、ウールもね、大昔のもので、裏地に綿が使ってある裏地をつけて合わせ仕立てになってるものもあります。それはやっぱり暖房がね、発達してなかったんで寒かったんでしょうね。いろいろなものを着た上に最後に着てたんだと思いますね。で、冬明けたら外して手洗いでもされてたのかなという感じなんですけれども、やっぱり合わせのものっていうのは洗濯機で丸洗いできないので、基本的に東レのシルクさんとかそういうのではない限り、それは綿であろうがウールであろうが合わせでに作るっていうことはドライクリーニングに出すしかないという感じになっちゃうので、そこら辺少し頭に入れたらいいかと思いますし、あとはまあ今結構私が着出した頃からもちょくちょく出てますけれども、デニム着物ですね。寒いからデニム着物着ようかなっていう方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、デニム着物も当たり前のように一重ですし、その木綿の一重、そのデニム着物も木綿の一重と数えます。あとウールも基本的に一重ですね。その一重っていうものと、紬や柔らかいお召しなどの一重っていうもののちょっと考え方が感じ方が違いまして、決まり事が違いまして、基本的に紬までですね、いろいろ上から順に行って紬まで、要は証券物ですね。証券物は冬は合わせ仕立てで着ましょうね。ちょっと暖かくなったら一重で着ましょうね。胴抜きだったら合わせの時期でもいつでも着れますよっていう大枠があるんですよ。ただそれ別に、じゃあ沖縄の人はどうするのって言ったら、寒くなかったら12月だって一重でいいと思うんですよ。だからそれは本当にそれぞれの話なんですけれども、一応そういう大枠があるので、証券物っていうのは合わせ仕立てと一重仕立てっていうものが存在するんですよね。だけど証券物より下、要するに本当に生活着として着るために、存在している、自分たちの普通の衣服として使える、着れるに全く問題ない木綿、あとはウール、綿麻などもあるんですけれども、冬場でいうところの冬だったら綿、ウール、あと最近出てきてるのが絹と綿の生地もそうなんですけど、それは基本的に
家で洗えれるよねっていうのも手にあって、基本的に一重です。いつ着る着ない関係なく一重で作ってて、真冬でも一重で着るんですよ。です。だから一重だからどうのというふうに言われないっていうことなんで、デニム着物を買いました、合わせじゃなかったし冬着れないっていうのはちょっと違うんですよね。デニム着物っていうので合わせて作ってること自体がちょっとデニムの良さを半減してんじゃないのって。デニム着物ってやっぱ家で気軽に洗えるからデニム着物なんじゃないのっていうのがあるので、デニム着物とか木綿の着物とかで合わせじゃないから冬着れないっていうのではないのです。なので、一重で着れるものなのです。そして、長襦袢で調整すればいいし、それこそ洋服を入れ込んでリミックスできるのも全然自由なんですよ。そこら辺は自由なんです。なので、なんだろう、自由に着たい方はそういう風に着ればいいと思います。はい、私もなので今日は合わせを着ていますけれども、やっぱり普通の木綿の遠州木綿とかも冬でも着たきゃ着ますしね。今もクリスマスに遠州木綿着れないかなってずっと考え込んでおりました。寒いかなとかいろいろ思ってたんですけれども、それぐらい別にね、木綿っていうのは一重で全然いつでも着れるんですよ。その中にウールとか、その今最近出てきたデニム着物とかも入っておりますので、何ら問題なく普段着ればいいです。寒ければ、長襦袢で調整するのは普通のことです。長襦袢もいろいろあります。長絹の長襦袢だけですとやっぱりちょっと寒いなっていうのはありますね、正直普段着では。なのでウールのモスの長襦袢とかあったかいのもあるし、木綿で長襦袢作ることもできますし、私みたいにね、この網代襦袢なんて遠州の生地ですわ。だ本当は着物にすることもできる、でも着物にするならちょっと薄いよねっていう生地だったんですよね。ですごいつるっとしてるからこれ滑るし長襦袢いけんじゃないっていうので長襦袢にしたんですけれども、全然それでいいわけなんですよ。割りながら自由なんですよね。だから普段着で着物着るっていう時にあまり合わせじゃないやっていうのは、まあ、考えなくていいかなと思いますね。そのまあなんていうのかな、寒々しく見えなきゃいいし寒くなきゃいいよっていう、まあ当たり前のことなんですけれども、ね、小学校の時とかに年中半袖の男の子とか冬見るだけで寒かったじゃないですか。って本人は意気がってていいんだけど、こっちは寒そうでちょっと迷惑だわみたいな、まあ、そういう感じにならなきゃいいっていうだけなので、皆さん自由に着られたらいいと思います。特に本当に同じ12月でもね、北海道と沖縄だと違うじゃん。それをね、同じ暦で同じ衣服着なさいっていう方がおかしな話なんですよ。で、家の作りも違うんですよ。例えば暖かい国の地域のね、お家は逆にね、急に寒くなった日に暖房器具が備わってないとか通気性のいいお家だったりするわけで、こちら辺の寒い地域の家っていうのは寒さに対応してるので、まあ外が5度とかでも全然家帰ればほかほかっていうのができる家っていうのを今当たり前のようにあると思うんですけど、それを沖縄でできますかって言ったらそうじゃないじゃないですか。だから沖縄がの方が10度切ったら寒くてフルフルフルってなるのは当たり前なんですよね。で、体が慣れてないのもあるし、家がそういう仕組みじゃないっていうのもありますしね。なんでまあそこに住んでいる方が心地よく楽しく着れる衣服の中に着物があればそれでいいかなと思います。はい、なんでまああんまり神経質にならずに楽しく着るといいと思いますよ。はい、そんな感じです。私も別に全然神経質には着てないんであれなんですけどね。
みんな楽しく着てもらえたらなって思っておりますんでね、楽しく着てくださいねということでございます。はい、それでは皆様、良い一日を。そんなゆっくり舐めるの、いつもゆっくりゆっくりゆっくり。かわいい、かわいい、おちゃんきれいね、おちゃんきれいね。近くにいる着物好きのみんなとつながろう。 LINE オープンチャット、メンバー募集中、ホームページを見てね。みんちゃんも見て。